水と油のように互いに分離する性質を持つ溶媒では、油溶性の成分と水溶性の成分が分離して溶けるため、分離後にいずれかの溶媒だけを移し替えて蒸発させることで目的とする成分を残すことができる。このような形状をした分液漏斗は、仮想の溶液を取り出すための蛇口がついた器具である。溶媒抽出法、または液液抽出は、 水と油のように互いに混じり合わないに液間における溶質の分配を利用した分離、濃縮方法である。抽出方法の一つ、分離工学の一つである。古典的な手法であり、有機化学にも無機化学にも応用可能で、小スケールの実験室から大規模な工業にも幅広く利用される。実際の利用例では、食用油、食用香料、DNA、 レアメタル、ウラン等の濃縮、生成、抽出と人間の生活にはなくてはならない技術である。綺麗に分離しない手に負えない、エマルションの形成を防ぐには非常に静かに振る。対策は抽出エマルションにて、一般に体となる、一方の層は水であり、水と混ざらない溶媒を選択する。理想的な溶媒は目的とするものをよく溶かし、反応を起こさず、 除去しやすく、安価で、燃焼性、毒性がないものである。ジエチルエーテルは、炭化水素や含む酸素化合物をよく溶かし、揮発性も高いため低温のまま除去しやすく広く、使われているが、極めて燃えやすく、酸化された、過酸化エーテルは爆発の危険性さえある。この点、メチルターとブチルエーテルは、可燃性物質なので注意深く扱う必要はあるが、 過酸化エーテルのような脅威はない。水やエタノールのように水酸元があれば極性の化合物を溶かし、兵器酸のような炭化水素の溶媒は炭化水素や非極性の化合物を溶かす。ピペットは上層、下層のどちらの溶液も吸い取ることができる。分配係数を用い、キレート視薬などを利用して水層から有機症へ移行させ分離抽出を行う。 実際の手法には、主に科学室などで使われる、分液漏斗を使ったバッチ式単断抽出、工業的な交流多段抽出プロセス、ミキサセトラ、延伸抽出器等の他様々な方法で、利用されている。資料中の微量金属イオンに作体を形成させて、有機層中に抽出することにより、抽出液を直接分析機器で測定できる利点がある。ありがとうございます。